やっほー、さくらです。はい、ということでですね、本日はじゃーん、一緒にサムネ撮影。ということでですね、韓国から帰ってきて、もう本当に着いたばっかって感じなんですけれども、今回もオリーブヤングで爆買いしてきました。日本円で、そうね、4万円分ぐらい買ったのかな、3、4万ぐらい爆買いしてしまったのですが、紹介していきます。ちょっと今リップ紹介したくて、先にリップ塗ってないんですけど、実際に塗ろうと思って。リップが今回まあ2つ重ね塗りして試したんだけど、大優勝、大当たり。まだ使えてないのもあるからさ、優勝かまだ分かんないんだけど、これは確実に当たりだなってやつです。ちなみにこちらファンの子からもらいました、ありがとう。チョベリグ、はい、ということで、まずデイジークですね。デイジークのリップで、カチカチって出すタイプのリップなんですけど、04番です。色味が可愛くて、まず超保湿でかんの、愛用決定って感じ、超可愛いじゃん。でも私はもっとなんかちょっとボリューム感が欲しいの。これだけでもめっちゃ可愛いんだけど、重なり必要と思って SNS で大バズりのペリペラのこのグロス13番、こちらを。しかもこれがね、めっちゃいい匂いなのよ、美味しいの。これマジ大優勝、この組み合わせ超おすすめです。今日一発目だったんだけど、めちゃめちゃ当たりだったので買ってみてください。オリーブヤングで売ってるやつは全然9点とかでも買えたりするし、韓国限定のものもあるし、それはなんか調べないと分かんないから、ぜひそれは調べてみてください。9点の場合が安い場合も全然あるので。はい、続きましてこちら、皆さんも一度見たことあるのではないでしょうか。韓国のトリートメントといえばこれじゃない？これ2個入りなのかな。なんか韓国ってやっぱさ、なんか2個ついてるやつとか、1個買ったらもう1個もらえるとか、そういうサービス精神がすごいよね。でももうめっちゃ念入りに調べていったんだけど、オリーブヤングの動画とか、これみんな大絶賛してたから、きっといいんだなと思う。サイズ違いでした、じゃん。お風呂で使うやつですね、こっちがミニタイプ。じゃあ外に持っていくようにしようかな、こっちが。でこっち家で使おうかな。はい、めっちゃ香りがいい匂いらしい、嗅いでみよう。あっちゃこちゃいったらいいしね。こちら開いてませんでした。うわー、いい匂い、バカいい女なんだけど。うわー、いい女いい女、まるで香水。トリートメントだからね、もうちょっと匂い薄くなると思うんですけど、って言ってもわかんないですよね。とにかくいい女の匂い。でこれもちょっと今日の朝も使っちゃったんですけど、これは使ったことがあるのでもういいの知ってるんですよ。これパッドですね、拭き取りパッドで、朝これで洗顔できちゃいます。私は普通に顔めんどくさい時は水洗いしかしないんで、そういう時とかにこれでもうしっかり顔を洗えたようなもんですから。これしかもこれ中身入ってるプラス詰め替え用と、なんかまた入ってた、でもこれお泊まり用ですね、この小分けバージョン、めっちゃよくない？いいね。なんか2泊3日とかでさ、遠征する時とかはこれ持って行ってもさ、そう、なんかありがとうね、お泊まり用まで考えてくれて、本当。でこれもちょっと開けてママに一つ渡しちゃったんですけど、まあ皆さん分かりますよね、ノムエルメスでございます。はい、これ前も紹介したことあるんだけど、錠剤とビタミンのなんかドリンクがついてて、それを寝る前に飲んだら次の日がなんかすごい元気になるし、なんか美白とかそっち系にもいい、肌も綺麗になるしみたいなやつで、くっつくいいのよ。日本円で1本500円ぐらいするから、約高すぎだろ、ふざけんなよって思うかもしれないけど、うちも思いながら買ったんだけど、今回も本当にそのぐらい効果があるし、なんか特別な日の前日とかしか飲まないからいいかなと思って買っちゃいました。9点の方が安いかも。届くのがね、すぐゲットして使いたいからさ、ちょっと物多いからパッパッて紹介するね。こちら櫛ですね、なんか普通にこれはデザインに惚れた、え、可愛くねと思って、見たことないからさ、多分これは韓国限定なのではないかと思われます。帰ったらさ、ママがさ部屋を綺麗にしてくれててさ、本当にありがとう。待って、またお泊まり用入ってる、もしかして。
あ、違うわ。キーホルダーだ。こういうキーホルダーだ。かわいい。櫛のキーホルダー。え、超かわいい。え、天使の羽みたいになってんだ、これ。あ、そういうこと？デザイン。かわいすぎ。いやよ、いやよ、いやよ。めっちゃいいよ。え、かわいい。天使の羽みたいになってる。かわいすぎる。まあ、櫛は全部一緒しようとか思ってるから、デザイン重視で。可愛くない？可愛すぎるんですけど、当たりです。チョベリゴ、今回もパックを大量に買わせてもらいました。まずこちら、こちら使ったことありますね。これ上と下にパックが置かれてて、大切な日の前日とかに使うようにしてます。なんかね、ツヤ感が違うし、なんかちょっと高級感あるパックに。じゃあ私が大好きトリレンのパック、オレンジ。これあんま日本で見ないですよね。オレンジないんじゃないかな。ピンクもあんま見ないから袋開けで買ってみました。でも普通に水色。トリデン好きすぎ人間、大好きなの。保湿力が半端なくない？大大大好き。はい、そしてトリデンシリーズ、あともう一個、じゃん、こちらですね。これはあのユカとモカにあの3日後ぐらいにあるんで会うんで、その時にちょっと韓国のお土産で渡そうかなと思って、2個入りなので。これも韓国限定なのかな、なんか保湿力半端ないみたいな聞くからちょっと買ってみました。あと筆ですね。何個あってもいいだろう筆買いました。なんか筆ってやっぱ買っちゃうんだよね、こういうとこ来ると。あと今回なんと私めっちゃ欲しくて、リキッドのファンデーションが。で、何がいいかなと思って、でもイムタンが今回ヘアメイクで来てくれてたので、聞いたらこれがいいよみたいな教えてくれたんで、イムタンが言うことは間違いないと思って買いました。ワークメイクのリキッドですね。19番、一番明るい色です。めっちゃいいって絶賛してた。いやー、こういうのマジでストレス。こういうの貼り付いちゃう系、やべ、下落ちしちゃった。ズボラの出るて、あーストレス。ちょ、なんやねんこれ。おい、まあいっか、細かいことは今度しよう。こっちがツヤだったっけな、セミマットだったっけな、こっちが。どっちか忘れちゃったけど、間違いないわ。これ私にも使ってくれてたから言ったわ。あ、セミマットだね、多分。でもツヤもちゃんとあるわ。分かんないか、この汚しじゃ。全然めっちゃ綺麗なんだけど。あと、いい匂い。楽しみ使うのが間違いないですね、これは。で、それで使うちょっとパグを買いました。あと、歯磨き粉。これ、めっちゃ有名なやつ。ホワイトニング効果があるやつなんですけど、それとホワイトニングのなんかシール付きがあったんで、ちょっと2つ買ってみました。これは使ったことあるけどね、いい。味があんま日本のと違うけど、どんどん慣れてきます。はい、まずくはない。あと、じゃん、ガバゴム付き。これがね、チークだった気がする。薄めのチークを買いました。なんかこういう薄いけどピンクみたいなチークをあの土台で塗って濃いチークをつけるのがなんか最近可愛いらしくて、それちょっと見習ってみようと思って、はい、買ってみました。あとですね、涙袋系を買いました。このワークメイクの方が02番で、なんかこっちのペンシルタイプどこのか分かんないんですけど、これが01番なんですけど、こっちがなんか涙袋をグッとさせる鉛筆型のやつで、こっちがなんかラメの方買った気がする。ちょっと記憶が曖昧。あ、待って、私もう一個買ってるわ。あれ、あ、そうだ、これなんか一つ買ったら一つついてきますよみたいなやつで、あ、メルのスタッフさんに渡そうかな、もう一個は。じゃあこういう感じです。わかるかな、こういう感じで。ラメも入ってるけど涙袋にめっちゃ良さそうで買っちゃいました。はい、涙袋最近ぷくっとさせるのハマってる。
マジ涙袋で漏れ度変わるよね。じゃあ割りが会計が3万5千ぐらいですね。日本円で言うと3万5千円ぐらい。こんだけ買って安くないと思うんだけど、どうなんでしょう。やっぱ韓国は安いし、そのプラスワンとかしてくれるからとっても助かる。はい、ということでですね、こんな感じで洋服とかも買ったんですけど、なんか紹介できるぐらいの量ではないので、またインスタとか見てもらったら嬉しいなと思います。ということでですね、また韓国行ったら爆買いするぞ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チャベリグー。バイバーイ。